では始めたいと思います。高橋正彦と言います。ギター歴5年です。弾き語り歴3年目です、ね、そんなんですけど頑張ってやってます。はい、じゃあちっちゃいお子様が来てくれたので、ドラえもんのテーマ曲だった、ドラえもんのテーマ曲じゃないや、ドラえもんの映画のテーマ曲だけど7年ぐらい前だから知ってるかな知ってるかなって微妙。スタンドバイミー見た？あ、知らないか。ってことは知らないね。知らないかな。この間別のイベントで歌って子供に知ってるって言ったら知りませんって言われたから、ね、はい、ではひまわりの約束です。
昨日の夜ベリーズって歌ってたんですけど、全然緊張しなかったんですよ。ふざけた人が一人いたのでね、誰とは言いませんね、ともきさんっていう人ですけどね、はい、おかげで全然緊張しなかったんですけど、さっきピロコさんがね、なんかめちゃくちゃ汗かきでっていう話をしたら、なんか今日めっちゃ汗かいてるんですけども、もらいました、ピロコさんの緊張いただきましたんで、今日はしましょうかね。手取りをね、直前まで考えてたんですけど、どうしようっていうことで、はい、2月ですね、まあ卒業とかが近くなったりして、別れがの季節とか、まあ新しい出会いの季節とかあるのかなと思うんですけども、まあ離れてしまった友達、僕2年ぐらい前とか1年半ちょっとぐらい前に愛知県からね、こちらに戻ってきました。生まれてるはこっちの北九州なんですけど、19で愛知に行って33年間という長い月日を過ごして、1年半ぐらい前にこっちに帰ってきましたという MC をしていつも歌うんですよね。その離れてしまった友達とかどうしてるかなということで、この曲を歌います。明日への手紙。ごめんなさい、もう一回テイク2。二度とない時の
の輝きを見つめていたい。明日を描こうともがきながら、今夢の中へ。形ないものの輝きをそっとそっと抱きしめて進むの。手嶋葵さんで立ち上げた方でした。そう、本当に京子さんが筋トレ全部もらってる感じです。はい、あと緊張ほぐしてくださいね。モノマネ期待してます。愛知県にいた頃にですね、ちょっとボーカルオーディションっていうのを一回受けまして、合格したんですね。はい。で、合格して何がいいことがあるかというと、ちょっとプロの、作詞作曲家の方が曲をつけてくれて、で、生のバンドがカラオケを作ってくれて、で、レコーディングをして、で、YouTube に配信してくれるということで、ジョイサウンドに行けば僕の歌歌いますので今覚えて帰ってください。歌いますね。マイホーム、高橋雅彦でマイホーム。
回ってる、そう信じたくて、今も愛も変わらず、僕だけの道を歩くよ。あなたが諭してくれたたくさんの大切なこと、人を思い続ける、世界は愛でつながってる。この言葉は入れてくださいって言って、僕が提案した言葉が5つあって、やっぱりこうありがとうとか、ね、あなたとかね、そういう言葉を、あと何を言ったのかなもう4年ぐらい前なのでちょっと忘れてしまいましたけど、ふるさとだったり、まあ母親ですかね、母親に対する感謝とか、ね、あなたが教えてくれてたくさんの大切なこと、やっぱりまあ親父もいろいろ言ってくれたんだと思いますけども、お母さんが言ってくれた言葉っていうのがやっぱり一番心の中に沈んでるのかなって思います。はい、ね、ではちょっと、愛知県にいる間にですね、シンガーソングライターの鈴木の康人さんっていう人に出会いました。その方、いろいろ地域のね、施設とか子どもたちの施設とかに曲を提供したりとかいろいろしてるんですけど、その中に両親のいない子どもたちの施設で、千田学園っていう施設があります。ね、この辺でいうと文字ヶ関学園とかな、そんなになるのかなと思いますけど、そこの学園歌として、書き下ろした歩こう魔法の言葉というのがありますが、これが地域の、まあ、地域って言っても愛知県知多半島の地域の幼稚園保育園の子どもたちが歌ってみたす、でこうどんやってみてどんどん広がっていって、今歩こう魔法の言葉ハッシュタグで検索すると結構出てきます。子どもたちが歌ってるとっても可愛らしいね、歩こう魔法の言葉が出てきますね。とっても覚えやすい曲なので、またちょっと覚えてください。興味持った方はね、カノンコードなのでね、すぐできると思いますので、後で楽譜をコピーを差し上げますので、いろいろなところで広めてくださいじゃあ鈴木の康人君で歩こう魔法の言葉。
ざわざわ眠れない時は思い出して助けに行くよ見つめているよそのままの君を思ってるよ辛くてもいいつまずいていい苦しい時笑わなくていいそのままでいいそのままがいいそのままの君のそばにいるよ歩こう歩こう手と手つないで歩こう歩こうあなたの道を歩こう歩こう空を見上げて歩こう歩こう君と一緒に歩こう歩こう君と一緒に歩こう歩こう君と一緒に鈴木のやすひとくんで歩こう魔法の言葉でした、ね、でもこれ何回歌ってもねそのままでいいっていうところでちょっとグッときちゃうんですよね今僕はまあ、子どもたちじゃないんですけれども、まあ、ちょっと障害を持った方と接する職場にいるんですけどもなんか重なるんですよね仕事中のこととこの歌詞の中のことね、なんだかなと思うこともあるんですけどもでもそれを受け入れるっていうことが今の僕の仕事なのかなと思ってますはい、では最後の曲になりますね。はい、楽屋なんですね。はい、僕が弾き語りをやってみたいなっていうきっかけになった曲があります。もう5年ぐらい前になるんですけど、娘が中学校を卒業した時に、家族でカラオケに行きたい。で、僕トラックドライバーだったので、もう本当にね、帰ってくるのが夜中だったり、その日によってはもう0時に起きて、1時半ぐらいに出勤してね夜中の1時半ですよで2時出航とかねそんな感じだったりとかもう本当にねどうだろう多分もう10年ぐらい子供と食卓を一緒にねいたことがなくて一緒に食べるってとっても大事なんですよ、うん、やっぱりね喧嘩してもいい一緒にご飯を食べるね今日学校で何があったのうるせえなそれでもいいんです一緒にご飯を食べるものすごく大事なんじゃないかなと思いますそれがね僕はできなかったんですねできなくて、まあ子供と家族と別れてこっちに帰ってきましたはいでもその娘がね歌ってくれた曲がきっかけでちょっとギター弾き語りをしてみようかなと思うことになりましたでこれ、結婚式とかで歌われる曲よく歌われるというか歌われた曲なんですけども背景は 9.11 です 9.11 で犠牲になった日本人の38歳の男性の方のお父さんの気持ちを歌った歌だそうですでは最後の歌です人とようさんで花水木
から気持ちは多すぎて、一緒に渡るにはきっと船が沈んじゃう。静かな曲ばっかりねしているっていうことでしてましたけど、結局あの大場さんパーカッションとドラムとかとおーちゃんギターとかに入ってもらって、結局結構ねあのバンドみたいになってますけども、はい。で1曲目ですね、ウルさんって私大好きな方なのですけども、マイファミリーっていうドラマのですね主題歌で、それを愛と呼ぶならっていう曲を3人でしたいと思います。何発表会みたいな中学生も発表会はい、お願いします。空が青いとか花が咲くと
存在のそのぬくもり、僕はそうおバカ者だ。初めて知る自分の弱さとか、隠しきれなかったこの幼さも、きっと君は知っていたんだろう。それでも信じてくれたこと、返したいものがあると、見つけたいものでした。はい、そしたら2曲目はですね、これはすごい、まあ、懐かしい感じで、はい、使わないです。マイクの向きがおかしいですね。そこ一個マイクの向きがおかしい。マイクそうそう、そこ突っ込んでください。もうちょっと強めに。私本当あの MC がすごい苦手でですね、いつもあの夫婦でね、おーちゃんずってするときはおーちゃんにもう全振りでしてもらってるんですけど、マイク入ってません。あ、いらんか、はい、入れます。どういうことか。どういうこと。よかった。どういうことですか。今日マイクいらねえ日や俺。いるよ、いるよ。マイクなくてハモリがあるはずよ。聞こえます。あ、ハモリあるなら、はい、はい、入れといて。はい、じゃあ2曲目は森高千里さんの渡良瀬橋です。あなたのことを祈るわ。
でした。ね、ジャックナイフはあのあれですよ。タミさんのねピアノを聴くっていうあれやけ中。あれやけ中。あれやけですね。はい。で、なんで？そしてまたねあのちょっとマイナーな曲でね申し訳ないんですけどマイナーな曲しかせんじゃんマイナーなんかねちょっとねマイナーなんですけどあの古内透子さんってですね私はあの結構うんあれそっちよねそっち、うん、はい、なんかちょっと昭和な、人で昭和の人昭和な時代の人でですねちょっとあのねっとりした曲っていうかですねなんかこう未練タラタラみたいなあのどっちやねんみたいなツッコミ入れたくなるようなねちょっと歌詞なんですけどまあその曲を聴いていただきたいと思います。よろしいです？ OK？ 曲名とか今で大丈夫ですか？誰より好きなのにどうです？Thank you.
私たちですね、あの準備してる曲がねちょっとあんまないんですよ。ないんですよ。したいですよね。違う。はい。メンバー紹介。いる。ピアノタミーさん、パーカッションドラム、大場さん、同じ名字です。で、ベースとギターおーちゃん、ギターきこでした。今日はご来場本当にありがとうございます。ありがとうございました。何この最後の曲はですね、私がですね子どもの頃すごい好きで、サザンの曲なんですけど、あの墓場っていう曲なんですけど、あのカセットテープに取って枕元にラジカセ置いて寝る時にいつも聴いてた曲なんです。大好きなんです。これがね、そう、子供の頃なんですけどね。で最近ね、あのユニクロの CM でね突然こう起用されてね、わーと思ったんですけど、この曲をちょっとねあのキー上げてますけど、はい、歌いたいと思います。お願いします。浮かぶ影は
時間残っとる。ありがとうございます。じゃあ最後ですね、用意してたんかいっていう感じだけども、ね、してたんかい。いやこれがもうね最大なんですよ。だけどこの後にアンコールって言われたらもう私たち死ぬのでこれがアンコールってことでね、最後の5曲目をはい、これはね皆さんも知ってるかと思います。はい、一緒に、一緒に、はい、3月はね卒業の時期なのでユーミンの卒業写真で終わりたいと思います。ありがとうございました。
に言いたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう叶わない思いならあなたを忘れる勇気だけ欲しいよ。今でも覚えているあなたの言葉、肩の
最初にね好きになった曲 CD とか多分全部買ったんじゃないかな。その頃はあれ何っけ明星ね買ってポスターをいっぱい貼ってました。でも最初に、ね、買った CD はね実はプリプリじゃなくて爆風スランプだったんですよいやあのね小学校5年生ぐらいの時高橋少年は恥ずかしくてプリプリの CD を買いなかったそれでね、爆風スランプもその時2番目に好きだったんで爆風スランプの CD を買ったんですけど、その時の本当はね、その IBW っていう CD を買ったんですけど、今多分ほとんど歌えるほど聴き込んだと思うんですけど、本当はね、その中にそれからっていう曲知ってます？10年も20年もっていう、あの日本の知ってます？知ってます？知らない？僕爆風スランプ全部持ってます。あ、本当よ、すごいね。日本の歴史かなんか教育テレビの主題歌の曲があったんでそれをやりたかったんですけど楽譜がなくてね、超有名な曲を1曲やります。大きな玉ねぎの下、初めて
なことをただ繰り返して時計だけが何も言わず回るのさ君のための席が冷たいアンコールの拍手の中飛び出した僕は一人涙を浮かべて千鳥が打ち月の水面を振り向けば澄んだ空に光る玉ねぎ九段下の駅へ向かう人の波僕は一人涙を浮かべて千鳥が打ち月の水面を振り向けば澄んだ空に光る玉ねぎっていう中学校3年生の娘にこの曲聴かしたんですよ。なんなんこの玉ねぎって変な歌ってちゃんと一からね、わからんよね。わかりますよね、玉ねぎの意味は。わかりますよ、シロン武道館ね、武道館に。じゃあ世代がね、もう一個上の世代で。しかもあの玉ねぎの木の下でって覚えてたし、ね、それ大きな木の下でって、ね、全然違う、はい、玉ねぎね、はい、あ、今日あのメンバーは本当はこの3人マイクカンパニー3人なんですけど、あのミスター K のオーナーの下宮さん、今日はお手伝いしていただきたいと思います。今この後、この後のサンセットブルース、サンセットブラザーズでもかっこいい。あら、いらっしゃいませ。こんばんは。こんばんは。下宮さんです。見えんのよ画面伴走行で、ね、なぜか伴走行やったそう。山勝さん、エロカツさん、いや違うじゃん、山勝ちゃん。ほら、冬っぽい曲を1曲、2月なので、はい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 、フミヤ、フミヤのアナザーを好きなところで君のために
どうしてもリベンジしたいということなので、はい、はい、どこもかしこの駐車場、皆さん、振りますよ、覚悟してくださいよ。
られた方は僕なのに、泣いていたのは君の方。どこもかしこも駐車場だね、どこもかしこも駐車場だよ、どこもかしこも駐車場だわ、どこもかしこも駐車場だぜ、どこもかしこも、ああ駐車場。もう一回いきます。もうさあ、ラスト。
そろそろ風に帰りたい。もう本編はここで終わりなので、はい、あとはブレイコーでやりたいことやらせていただきますか。どんどんやりましょう、ね、音楽が楽しいから一番です。下さんここまででした。どうもありがとうございました。下さんイエーイ。これがわかんない。間違った。志麻さんすごい邪魔なんよね、ちょうど。こっち来て飲んだら。もう一度、もう一度。あ、すいません。あ、松浦さん、うわー、イエー。昨日のライブ面白そうやったね。面白かった、面白かった。もうおばさんが見えない。それだけこれだったよ。おばさんが見えないのでちょっとずれます。神様さんが見えない。僕、森山直太朗の曲をやってて、もうこの季節にやらなくちゃいけないだろうという、この季節にしか歌わない曲でございますけれども、今年のあのね、桜なんですけど、なんか大丈夫。はい、桜高橋頑張れ。今年の桜はね、ちょっと自分の中で特別で、3人子供いるんですけど、一番上の子と真ん中の子が高校と中学校を卒業する年で、うん、ちょっとね、ちょっと特別な感じで自分の中で歌ってで、あの大場さん今日あんまり見せ場なかったんですけど、ありました。いっぱい叩いた。あのそういう甘やかしましませんので、はい。はい、次ソロがあります。注目してください。僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を。桜並木の道の上で手を振り叫ぶよ。どんなに苦しい時も君は笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ。中にあの日の歌が聞こえる。桜桜今咲き誇る、刹那に散りゆく定めとしてさらば友よ。
Thank you.
サンセットブラザーズって言うんですけど、実はここ以前出た時と、今日やるセットリスト全く同じですただ、違うのはですね、前回はアコギで2本とカホンでやったんです。で今回ちょっとエレクトリックになってます。でもう一個大きな違いはミスター K シモさんがベーシストとして新たに加わりました。これが吉と出るか京都出るか、もうすでに京都出てるそんな感じで、でまあ知らない曲ばっかりだと思うんですけど、もうちゃっちゃっといきますから次の曲はですね、ちょっと唯一知ってるかもしれないですけど、ビートルズです。ラバーソウル、ラバーソウルの1曲目って言ったら何か分かりますか、山川さん。いや俺ビートルズ知らないですよ。ああそうなんですか。ローリングストーンズ。あ、じゃあちょっとジャンピングジャックフラッシュ。じゃあ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 行きます。いいですか。ワン、ツー、スリー、フォー。松浦さん、低音が出た方がいいですよ。低音これ変えられるんだよ。あ、こっち、こっちで。あ、そっち。ドライブマイカーです。いきます。アレンジ全然変えてます。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。一番メジャーな曲だったんですけど、
ですね。知らん。そしたらどれで行きましょうか。どれ行っても同じよね、じゃあ。トラベリングで行きましょうかね。She told me.
最後の曲でいきたいと思います。来たばっかり。ちょっとすんませんね、せっかくいい感じやったのをぶち壊してしまったみたいな。いや全然ぶち壊しじゃない。
ちょっと終わらせます。Sometimes it made me so we keep me cool. Oh my my, I'm sometimes it made me so we keep me cool. They have rules now, but they have some of you. I'm an ice cream man.Start a little buzzing by. Oh my my, I'm ice cream man. Start a little buzzing by. Sing all my flavor, girl, did you satisfy?I'm a huge buzzer by, this don't never crack. Never stop, but I'm a huge buzzer by, this get on never crack. Baby, let me cool you one time, see what let me look go. I'm a huge buzzer by, this don't never crack. Never stop, but I'm a huge buzzer by, this get on never crack. Baby, let me coolOne time, see you, let me go. All right, fine. Now look up, banana, Mexico. Oh, baby, see, look out, see. I'm ice cream man, starting with a basil way. See, now all my flavor, guilty,This is why I